どこかに、大雨、山陰本線の方か。新山口はここから四方八方に行きますからね。でスッと行こうと思ったら別にまっすぐ山陰本線で宇部に行くっていうともあるけど、宇部行ってから宇部新幹線行った方が早いのかな。あの端っこにあるとこですね、長門元山か、長門元山かみたいですけどね。そっからあの仙崎が遠いんだよな。でここがもう猛烈に流行らしてんで、あれ文字港、文字港があるか、あ文字港、いや、じゃあ、いいんだ。文字港は JR 九州だ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。文字港追加になったら、さすがに、境港もひったくりもないですからね。よし。あとトイレ借りとこう。こっちの方かな。向こうが新幹線乗り場なのかな。ちょっとこっちの方見てこようか。綺麗ですね。あれに変えよう。こんな感じでですね。でそっちが新幹線乗り場で、あ、ここはもう全然緑の窓口も元気で残ってますよね。お食事所とかもあるな。あんたじゃない。ただね、最近ずっと麺類が続いてるんで、ちょっとそろそろ、あれも食いたい気もしますけどね。ご飯物もちょっと食いたいと思いますけど、お食事所とかもあるみたいですよ。うどんそば。あそこでは、味よしさん。こんな感じなんや。で、トイレ？トイレこっちでいいんやな。よし。駅前いろいろとありますね。ちょっと飯食ってこう。あれはなんだ、デコイチか。デコイチのやつとかもあるんですね。まあ、こっちの方も走ってましたもんね。で、あの辺りはお酒飲む感じかな。なんかそうですね。ローソン、あ、そうか、ポップラインになるのか。で飯屋は反対側の方のが多そうなのかな。ちょっと地図見て、まあまあ急ぎませんからね。1時間以上時間あるんで。よし、どうも見とったら南口、こっち側の方のがいろいろありそうなんで、こっちから行きましょう。この先にあるみたいで、でちょうどなんか地下道ありますからね。まあやっぱ地下道あったら入らんとね。久しぶりに来ましたね、地下道ですよ。思い出した時に突発的に始まりますからね、この穴があったら入りたいシリーズは。もう何してね、地下道総合ポータルサイトみたいなやつなんてないですからね。あったら入るしかねえですからね。ここなんだ、ちょっと戻りぞ。こんな感じになってんだ。
ろんなこの辺りの岩国のやつとかが、ずっとこの山陽本線沿線のところですね。ああれかデコイチの車輪に見立ててやってんのかな。なるほどな。でこっちはグランドホテル、ホテルにそのまま直結してんだ。こんなとこから直結してとかとかあって、でこのとこなんかスタジオとかもあったりして、でスロープなんでいいですね。電車でも押して利用ができますよってなってましたんでね、乗ったまんまやめてねみたいな感じになってましたね。へー、山口グランドショップ、なんだこのグランドか、すげえ。ホテルかそのまんま。へー、バイアリシ、ポーヤさんとかね、小学校なんだ。これは多分お堀でやってたっけ。有機会館っていうのがある。インドカレーも出てきて。宇部市保育園なんだ。遊戯会館って何なんだ。遊戯となんか遊び場というにはすごく堅苦しい感があるけど、なんだろうね。不思議だね。山口県有機会館、県の所有物なの。間違ってもなんか遊戯王の大会やるぞとかそういうような感じではないですよね。で、なんだこれは小金公園。イオンタウンがあるからあっちの方とか向かってたらいい感じかな。なるほどな。だからこれあれか、今そっちの方向いたけど強制的に戻されるパターンだね。イオンタウンの中だったら何かしら入ってそうだし、コスモスもあるし、
不動産会館、遊戯会館の隣は不動産会館なんだ。よくわからんね。知らないそうだな。ここは完全報道やから、ちょっとイオンタウンとかの車道側の方に行った方が良さそうかな。こっち？天野さんや、こんなとこにもあるんですかね。天野さんって何でお世話になってたっけ。タイムカードとあれだ、レジもねあるんですよね。そう、そのレジのリースでお世話になってたことありましたね。そうだ、